内藤さん、未だにディスってます？まあ、ダメだね。うん。だって、人の悪口言うか、嘘つくか、その二つしかねえじゃん。悪口配信か、嘘つく配信か。ね。うん。それしかねえんだよ。うん。そのうち終わるよ。みんな飽きてんだろ。金ネックレスの重ね付けね。うん。いいセンスしてんだろ、俺。うん。俺かリッキーか。って感じだよな。うん。まあでもそれなりに金かかるよ。魚はね、サンマが好きですね。サンマが好きだし、あとはフグ。資格は、建築の仕事、資格は持ってるよ。うん。なんかいろいろ。有機溶剤とか、高所作業車とか、ゴンドラとかさ、なんかいろいろあんじゃん。うん。なんか一通り持ってますよ。好きな AV 女優はいない。俺 AV 見ないから、女優さんとか名前とかも、全然わかんないし、全然詳しくない。見ない。うん。普通に正常位だね。うん。いろいろあるけど、結局はやっぱ正常位が一番いいかな。うん。あそこには入ってないね。うん。入れる予定もないし。うん。そうだね。だいたい嫌でしょ。堀市に。あそこの川引っ張られながら掘られんの。うん。嫌だよ。今体重100キロ。そうっすね。ジャスト100キロ。朝倉未来のぼったくりバーをやらせ。そうですよ。俺の大阪の弟分、射程が、管理してる、バーで撮影しました。うん。わかったかな？あれやらせですからね。タトゥーはもう増やさないですね。てか入れる場所がない。どっか東京か埼玉うろちょろしてれば会えるよ。あ、ネックレスメッキじゃねえよ。全部金だよ。18金と、あ、これか、あ、違う、これか、18金と10金だよ。うん。